日本茨城県つくば市春日つくば技術大学住宅街春スは茨城県つくば市の地名。現行行政地名は春ス一1丁目から春日4丁目。郵便番号は305-0821。つくば市東部に位置し、つくば研究学園都市研究学園地区北部に位置する。地域内は大学や住宅街となっている。1丁目には つくば市消防本部中央消防署、つくば大学つくばキャンパス、春日地区、2丁目には、つくば市立春日小中学校、かつらぎ公園、4丁目には、つくば技術大学春日キャンパスがある。東は天日、天久保保津西は、研究学園、下、平塚、狩間、南は、東、小野崎、北は、東なる塚と接している。住宅地の地下は、 2014年1月1日の工事地下によれば、カスガ2丁目15番後の地点で10万9000円平方メートルとなっている。筑波研究学園都市に指定される以前は畑や林の広がる地域であった。1977年に、筑波郡や田部町と新張郡桜村の一部をもって成立する。1979年に、図書館情報大学。 1990年に、筑波技術短期大学が開学すると同時に、周辺の宅地開発が進み、人口が増加した。1977年に、春ス地区を設置する際に、当時の筑波郡や田部町、刈間及び道町等なる図下にあった、小児名を採用した。2017年8月1日現在の世帯数と、人口は以下の通りである。つく。 バス1丁目、2丁目、3丁目、4丁目2012年現在、私立小中学校に通う場合、学区は以下の通りとなる。2012年3月以前は、私立小中学校に通う場合、春日全域が、葛城の小学校、手代木中学校の学区であったが、2012年4月5日に2丁目に、小中一貫教育を行う春日学園が開園したことにより、 学区が変更され、春日全域が、春日小学校、春日中学校の学区になった。しかし、春日小学校とカツの小学校の双方の学区で、隣の学区の学校に通わせたい保護者が多数いたこともあり、つくば市教育委員会では、弾力的に運用するとして2012年度中は、春日小学校とカツの小学校間の転校を認めた。ありがとうございます。